トーマスのキャラクター紹介。今回はマージです。マージは第11シーズンから登場する三輪トレーラースカーロイ鉄道の所属です。モデルになったのは1964年型のスキャメルスカラブ6トントラクターのロリー。性格は面倒見がよく、活発で行動的。ただ、たまに無茶もしてしまいます。鉱山鉄道の機関車を乗せて運べる力持ちのトラックで、頼れる山の女王という肩書きもあり、ダンカンでさえもマージさんと呼んで慕っているようです。機関車を乗せるときは、トレーラーが線路に入って作業をします。また、ドリフトや回転を得意としています。綺麗好きのため、ボディが汚れたときには、かなり悲しくなっていました。マージの顔を入れるために、フロントの部分がモデル車両とかなり違っています。第12シーズン以降は出番が来ていないマージ。ぜひこれからも活躍してほしいですね。